皆さん、こんにちは、えー。今日も中野先生の仮想通貨投資教室を始めていきたいと思います。今日はですね、2018年1月20日土曜日、仮想通貨ニュース解説ですね。えー、っとですね、まあ土曜日っていうか、まあ、日付が、日付をまたいだのでね、あの、まあ、20日の土曜日と言ってますが、まあ、実際にはですね、1月19日金曜日の まあ夜って感じかな。で、さっきね、あのー、ルパン三世のカリオストロの城やってましたね。いやー、もうこれで何十回見たかなって感じですね。毎年一回はやりますね。必ず最近ね。あとは、ラピュタとナウシカと夏はトトロかな。ここら辺は必ず毎年やりますね。もう本当に。恒例になりましたね。 あのカリオストロ見てて、やっぱり独立国家があの偽札作ってるってね、なんか本当にありそうな話をね、まあ、やってましたけど、やっぱりね、お金の問題っていうのがありますからね、うーんこのビットコイン、ビットコインが、まあ、世界通貨になりえる可能性がね、まあ、出てきてるっていうところで、 まことしやかにですね。まあだから他の仮想通貨は、まあ、アルトコインについては、まああの通貨としての、まあ通貨としてのっていうかさ、あの中央集権型になっちゃってるからね、アルトコインは。まあ、発行部隊がありますからね。ビットコインはもう発行部隊がもうな,いなくなっちゃってますからね。そういう意味では大富豪がですね、まあ資金の移動先としてですね、 ビットコインに投資するっていうのはありかもしんないですね。まあ半額になる可能性はあるけど、全部なくなるってことはないですからね。うん。まあ半分になっちゃっても別に、ねえ、資産1兆円持ってるのが5000億円になっちゃったって、嘆くかもしんないけどい、別に5000億円もあれば全然暮らしていきますからね、余裕でね。とか100億円が50億円になったところで別に50億円もあれば一生、ねえ、 ニート生活できますからね。まあそういう意味では、やっぱりビットコインっていうのは不動の地位になると思いますね。ではですね、今日もニュース解説に移りたいと思います。一つ目。ブロックチェーン、えー、証券業界が実証実験へ手数料を下げきたいと。毎日新聞。ビットコインのような仮想 通貨取引などに用いられるブロックチェーンと呼ばれる情報管理技術を株式取引に導入するため国内の証券、資産運用などの業界各社が今春実証実験を始める手続きが効率化しコストが削減されるため投資家は手数料の引き下げなどを期待できる海外の株式市場も導入に動いており取引の場としての競争力強化のため日本でも検討を本格化するか ああ、ブロックチェーンで、あれか、株式市場も、ああ、東京証券取引所とか株式市場も、まあね、株券ってのはもうすべて電子化されちゃってますけど、今はあの、クライアントサーバーシステム、まあ、クライアントサーバーっていうか、まあ、サーバーにね、クライアントサーバーで、 クライアントサーバーシステムで保管されてますけどね。まあ、いう、まあ、クライアントサーバーというか、クラ、クラウドシステムで保存されてますけど、まあ、まあ、従来の考え方ですよね。いわゆるサーバーで、えー、取引履歴を保管するっていう方法ですけど、まあ、ブロックチェーンを導入することによって、まあ、あの、手数料が安くなると。まあ、管理量が、管理が結構楽になるから、 サーバーメンテナンスの管理がなくなってくるので、トータル費用としては安くなるから、まあ株、株式もブロ,ッブロックチェーンにするってことですよね。やっぱり流行ってきましたね。やっぱりブロックチェーン技術っていうのはね。まあ株の偽造ってのもありますからね。電子。まあだ、だからいわゆるあれですよね。有価証券も、あの、ブロックチェーンにするってことでしょその、 そうだよね。今は、あのー、あ、そうだよね。アルトコインは株だもんね。アルトコイン株だから、あ、それと一緒か。既存株も、ブロックチェーンにするってことですよね。うん。えー、証券業界などが検討しているのは取引所を通じて株式取引が終了する。平日午後3時以降に発生する、薬場紹介と呼ばれる手続きの導入だ。現在はその日売買された。 株式の数量や金額手数料などを証券会社と取引相手の金、機関投資家らが1対1で確認し、証券会社1社で1日数千件を処理している。個人投資家の取引は基本的に関係ない。ただ、証券会社ごとに採用するシステムが異なる上、証券会社と機関投資家間で何度もやり取りするため、あ手前やコストが問題だったんですね。 機関投資家、ヘッジファンドとか、まあ、大口投資家ですよね。ああ、なるほどね。3時以降終わってからやり、あの、確認作業に入るんですね。ブロックチェーンはシステム構築のコストが安いことに加え、情報を参加者で同時に共有、確認できるのが特徴だ。これを利用して、薬場証拠で業界共通のシステムを構築すれば、すればやはり、やり取りの頻度が激減し、 ミスも減ると見込む。事務コストが下がれば、投資家が支払う手数量が下がる可能性があるってことで。あのですね。あの、IT 業界とか、あの、ソフトウェア開発会社とかでですね、システム開発会社っていうのはね、このブロックチェーンを用いたシステム構築っていうのがですね、まあ、本格化してくると思うんですよ。 そうするとですね、今まで、まあ、クライアントサーバーシステムですよね、今まで。ね、すべてそうですよね。それで、まあ、クライアントサーバーのサーバーが、まあ、インターネット上のね、まあ、クラウドサーバーになったりしてるだけですから。まあ、昔はね、あの、会社内の、まあ、ローカルネットワークの中で、サーバーを立てて、まあ、そのサーバーに、パソコンがたくさんつながるっていう、クライアントサーバーシステムで、 そのサーバーがネット上に移っただけの話ですよね。今までね。で、それで ASP とか、えー、クラウドとか言ってますけども、それが、まあ、ブロックチェーンシステムに変わっちゃうわけですよね。うん。だから、情報、まあ、だからデータベースっていう概念が、なくなってくるんだよね。その、だから、オラクルとかっていうのが、 結構業績悪くなってくるんじゃないかな。オラクル。売れなくなってくるかもしれないですね。オラクルデータベースがね。あとはマイクロソフト SQL が売れなくなってくるかもしれないですね。ブロックチェーンっていうのはデータベースじゃないですからね。うん。うん、あとですね、やっぱりプログラム開発やってる人とか、まあ今大学で情報処理やってる人かとかっていうのもですね。まああとはまあインターネットのウェブシステム開発してる人とかですね。あのブロック クチェーンの、なんていうかな、インフラを利用した、えー、システム構築、システムのリニューアルっていうのが流行ってくると思うんですよね。そうした時に、まあ、なんかね、もうついていけない人が多くなると思う。うん。特に、プログラマーとか、SE っていうのは、もう結構理系ですから頭が硬いんですよ。若くても。だからね、全く新しい技術がポーンって飛び出てですね、 世の中大きく、まあ、変,わ変わり始めるよね、これ絶対ね。だから IT 革命っていうのはすごい大きかったんだけども、まあ、IT っていうのはまあ、インフラですから、今までそういう情報ネットワークっていうものがなかったところに、えー、世界規模の情報ネットワークっていうのができたんで、まあ、ついていけなかった人多かったですよね。むちゃくちゃ多かったんですけど、 今回ですね、その IT インフラの上のシステム構築の考え方が全く違うんですよ、ブロックチェーンっていうのは。うん、クライアントサーバーシステムとか、クラウドシステムでですね、で、顧客データとか、えー、ビッグデータは、えー、オラクル SQL とかね、マイクロソフトの、えー、あ、じゃ、オラクル、オラクル SQL オラクルのデータベースとか、マイクロソフトの SQL とかね。そういうところに、ええー、まあ、こう、あの、格納していったものが、もうそういう概念じゃないもんね。ブロックチェーンというのは、まあ、この、インターネット上にデータが偏在してるって感じなんだよね。だから、神が、神がご臨在してるのと一緒でですね、<laughs> ありとあらゆる、まあ、空気とか、ものとか、植物に、 神が宿ってるっててるいう概念ですよねご臨在されてるっていうのと一緒であのまあ取引情報とデータとかね認証データってのはどこにあるのかってその実態情報の実態はどこにあるのかって聞かれたらいや臨在してるけど何かってありとあらゆるネットワークに、えー、存在してますけど何かっていう感じですよねその考え方がやっぱりちょっとか革命的なんですよブロックチェーンっていうのはね だからね、なかなかね、あのー、システム開発をもう10年も20年もやってきた人っていうのは、なかなか、あの、受け入れられないよね、このブロックチェーン。で、例えば銀行システムを再構築し直すよってなって、まあ、構築費用に1兆円とかね、銀行が用意したとしても、なかなかエンジニア、現れてこないと思いますよ。あ、ブロックチェーンわかりました。じゃあ、システム設計しますよとか、 プログラム開発しますよっていうソフトウェアハウスとかね、システム開発会社っていうのは、なかなかね、出てこないんじゃないかなと思うんだね。だから、今のうち勉強して、あ,あ、私できますよ、と。あの、言うとですね、すごく、あの、重宝されると思いますね。うん。 保険会社など18社は昨年秋から東京証券取引所などを傘下に持つ日本取引所グループと実証実験を行い今月18日にブロックチェーン活用が新たな選択肢との報告書をまとめたこれを受け春から資産運用会社やシステム会社も、えー、交えた実証実験に移行し実現に向けたルール作りも協議するプロジェクトを主導する大和証券グループ あ大和証券グローバルエクイティトレーディング部の、えー、次長はルールや企画の統一が重要との認識は業界一致している。実証実験を進める中で実現に向けた仕様などを検討する。事務局の役割を果たすコミュニティづくりも目指すと意気込むと。まあ、株のね、売買、もう手数料かかりますからね。まあ、スプレッド、スプレッドじゃなくてあれ手数料ですよね。 うんまあ、スプレッドもあるのかもしれないですけどね。証、証券業が動き出した背景には、証券会社や生、や生産決済機関などを繋ぐシステムが各社バラバラで、スパゲティのように絡まり、効率が悪い。取引所関係者という古くからの課題があると。薬場紹介で共通の規約やシステムを構築できれば、他業務で連携をするのとの期待も業界内にあると。 まあ今までね、クライアントサーバーシステムとか、まあ専用線を使ってるとかね、まあこぼるを、まあこぼるベースだと思いますけどね、金融は、金融業界はこぼる言語ですけど、まあいろんなね、あの、あの、その時その時でいろんなね、IT の技術が出てきたから、新しい技術が出てきたから、各社各用に作ってスパゲッティのように作っちゃったんだよね。 でも今回ブロックチェーンというまた新しいテクノロジーが出てきたのでもう全業、全業界統一してですね、作り直しちゃおうかっていう話なんでしょうね。きっとね。海外でもブロックチェーンを株式取引に活用する動きが始まっており、米国では生産決済業務を担う組織が順次導入すると表明。あーオーストラリア証券取引所は2017年末に生産決済業務の導入を決めた。 今後新技術をうまく活用できるかが市場の魅力を高める鍵となる可能性もある。あ、やばいね。へえ、そうなんだ。うーんー、まあ、ブロックチェーンってなんか、専門業界ができてますからね。キーワード、ブロックチェーン。取引などの電子記録をネットワーク上の複数のコンピュータに分散して管理する技術で、ビットコインなどの仮想通貨の中学的な技術と知られる。 取引に参加する多くの利用者がデータを共有し、互いに監視し合うと。データを更新すると他の利用者にも変わるため改ざんされにくいという特徴がある。巨大な中央制御のコンピューターで記録を管理する方針に比べ、えー、新設や維持のコストもが安いのを利用だ。利点だ。これがわかんないですよね。<laughs> まあ僕はわかりますけど、 あれだよね。だからデータを更新すると他の利用者にも分かるためか。ああ。だから、え、え、あれなんだね。だからすべてのブロック、ブロックになってんだけども、ブロックチェ、ブロックがチェーンになってるんだけれども、だからその各ブロックの中に、まあ、DNA みたいな形ですべて同じデータが含まれていくっていうことになってるんですよね。ブロックチェーンっていうのはね。 一方多数で記録を共有監視するために処理し、スピードが遅くなる面もある。マイニングをやなくちゃいけないんですよね。だから、やっぱり業界全体でマイニングをやる、まあ、サーバーを立ち上げないといけないんですよね。で、私も今、中野コインっていうのを作、作りつつあるんですけども、やっぱりですね、あの、マイニングサーバーを立ち上げとかないといけないんだよね。 そういう意味ではさ、そのビットコインっていうのは、まあのマイニングす、誰、どっから誰かがね、誰でもいいから、マイニングしたら、その分、その分ですね、お金がもらえると。まあ、あの、一番早くマイニングした人がね、あの、お金がもらえるっていう仕様になってるから、みんな一生懸命投資してですね、お金もらってるわけですけれども、あの、中野コインをね、いざ作ったからといってですね、<laughs> じゃあ中野コインでマイニングしたらいくらもらえるのっていうですね、報酬制度とかも作って決めておかないと、誰もマイニングやってくれないわけですよね。で、結局自分でサーバー立てて、マイニング処理を、まあ、していかなくちゃいけないっていうふうになりますから、どうしても最初はですね、自前で、その、マイニングサーバーを立ち上げないといけないので、結構お金かかるんだよね。あの、簡単に誰でも、 仮想通貨作ることできるよとか言っちゃいましたけど、私。言っちゃいましたけれども、現実問題としては、マイニング処理があるのでね、すごい金かかるじゃんって話にはなってますよね。だからそこら辺を、やっぱり整備していかないと、あのー、コイン発行できないですよね。まあ、だから逆にハリかムどうなんですかね。 だからそういうの全部整備して、それで、あの、プレセールスを開始しないと、まあお金っていうのは集めたらまずいなと思ってるんですけどね。逆にね、多分ね、ほとんどの ICO をやってるコインは、まずはお金集めて、お金集まったら、えー、マイニングサーバーをあの開発するとか、そんなことやってると思うんですよね。まああの、やっぱり数千万はかかりますよね。うん。 うん、やっぱりコインを作って、えー、コイン発行サーバー作ってですね、あとはマイニングサーバー作っていろいろってなると、まあプログラム開発会社に委託するか自分でプログラム開発するか、それかプログラマー雇ってやってもらうか、まあそういう選択肢になってきますけども、うん、どれもこれもやっぱりですね、 あのー、結構やっぱり1000万以上、一千万以上かかるよね。3000万、4000万ぐらいかかるかな。うん。だそういう、なんて、インフラ系をですね、整備しなくちゃいけないっていうのがあるので、やっぱり、あのー、あれなんじゃないですかね。それ相応の資金、ICO で資金を調達しないと、あのー、運営がね、きちんと行っていけないっていうのがあるかもしれないですね。 近年は仮想通貨のほか、えー、貿易取引の文書のやり取り、えー、学習記録の保存、雇用といった新たな分野での利用も始まっているということなので、だからブロックチェーンはそれはいいんだけど、マイニングなんだよね。複製されたり、偽造されたりしたら、検知しなくちゃいけないしね。うん、そうだよね。あとは取引たんびにログが残っていくわけだから、そのログが、 正しかったかどうかっていうのも、えーえー、確認作業に、マイニング作業に入っていかないといけないので、そこら辺を誰かにやってもらうんだったら、まあお金を出さないといけないってことになりますよね。だから、まあ株ですよね、今回ね。だから株を徐々に、あの、マイニングしてく,しくれた人にも株を発行するよっていう形にしないといけないし、まあそれができないんだったら自分たちでね、証券会社で、 マイニングサーバーを立ち上げないといけないってことになりますよね。<laughs> だから結構ね、誰でも彼でも簡単に、マイ、あの、なんてうの仮想通貨発行できるよっていうのはね、あの、意外と嘘なんですよね。はい。結構、あの、システム構築しないといけないんで大変です。次行きますね。ビットコイン暴落で溶かした人。 えー、リップルを紛失から取り戻す人。アゴラ。仮想通貨マーケットが大きく揺れています。230万円の高値をつけ、その後170万円前後で推移していたビットコインは、昨日朝には一時100万円割れまで急落。現在は130万円前後に戻していますが、不安定な動きが続いていますと。ビットコイン以外の仮想通貨も同様の動きになっています。リップルは年初に400円近くまで上昇しましたが、 そこから一時100円を割れるまでジェットコースターのように急落、その後150円前後で推移しています。それ以外の主要な仮想通貨も1日で3割4割下げており、短期間で資産を大きく減らした人が続出しましたと。だから高値掴みした人ですよね。高値掴みした人は確かに3割4割下げてるってことですよね。相場の急落に拍車をかけたのが仮想通貨のレバレッジをかけて、 取引していた人たちです。そうだよね。まあ、証拠金取引 FX ですよね。ただでさえ変動率が極めて高い仮想通貨にレバレッジをかけるのはシートベルトをしないで F1 レースに必要するようなものです。ちょっとした変動で大きな損失が生まれ、ロスカットを損切りする人が大量発生すれば、それがまたさらに売りを呼び、相場の下落を加速するというスパイラルに引き起こします。そうですね。 あの、FX のドル円のようにですね、ドル円の感覚で、あの、ビットコイン FX でレバレッジ25倍とかかけるとですね、気持ちよくすぐに死ねま、死ねますからね。気をつけた方がいいですよ。本当に。感覚が違いますから。この、だって、ドル円だって、だって、動いたとしても 100, 100ピプスは動かないですよ。一緒にして。 一緒にして動いたとしても、まあ、50ピプスも動いたら恐ろしいってことになりますよ。雇用統計でもね。50ピプスって言ったら100円の50ピプスだから、5%ですよね。大きく動いたとしても。100円だとしてね。1ドル100円だとして、50銭っったら1円の半分ですから、 ああ、そうそうそう。だから、1円の半分だから、えあ、違う、0.、?0.5% か。100円の5%は5円だもんね。0.5円だから、0.5%なんですよ。うん。0.5%しか動かないんですよ。一気にドーンつってみんなで、うわあやべえと恐ろしいほど、 まあ、強制ロスカット50ピップスだったら、強制ロスカットになる人もいっぱいいるんですよ。ドル円相場でね、FX の。でも、0.5%ですよ。FX のドル円相場で。まあ、すごい暴落するっつったって。0.5%。でも、ビットコインは、これ3割って、これ30%でしょ。とか40%。だからドル円だと、100円、100円、今日の朝100円だったのが、夕方に、 70円とか60円になっちゃうわけでしょ。うありえないですよ、それ。ありえない。100円が70円とかさ、60円とかありえないでしょ。そんな <laughs>、うまくね、ショートポジション持ってたら、どんだけ億万長者になるか一緒にして。だから、特にね、FX やってたやってて、すごい儲けてる人が、あの、ビットコイン FX に参入して、一緒にして3000万円を溶かしたりとかってよくやってんですよ。 一緒にして1000万溶かすとかやってるんですよ。感覚がわかんないからね。で、だからどんなにベテランなトレーダーでも、あの、ビットコイン FX はですね、もう気持ちよく死んでいってますね。はい。この急、ラクスオーバーで数時間で資産を溶かした人もいると聞きます。えー、とにかく仮想通貨始めと、始めると思うならレバレッジをかけたいこと。 そして最大でもかす、えー、保有資産の10%を上限に、アセ、アセットアロケーションすることが大切ですとか、これあれだよね。損、えー、切りポイントですよね。10%に。以内に置くってことですね。とにかく、ビットコイン FX は、まあ、ロングポジションを持っても、ショートポジションを持っても、どっちもロスカットされますよ。値動き激しいんでね。 相場は下落していますが、そんな中で、えー、仮想通貨を取り戻す人も増えてきました。3年前に資産、えー、え資産デザイン研究所でリップルのセミナーを開催しましたが、その際リップルを購入したまま放置して自分の持っているリップルがどこにあるのかわからなくなっている人たちです。うん。仮想通貨は、えー、相場変動やハッキングよりも自分自身の管理の甘さでアクセスできなくなってしまう。 セルフゴックス。自分でマウントゴックスしてしまうことが多発してると思われますがって、誰がこんな言葉考えるんだろうね。セルフゴックスって。こう、こんな初めて聞きましたけどね。こんな言葉。まあ面白いから僕も使っていこうかな。専門家にアクセスできる方法を見つけてもらい取り戻せるケースもあるみたいです。これだから秘密鍵をどこ行っちゃうとかわからなくなっちゃうケースかもしれないですね。 公開鍵暗号方式なんでね。まあ、そこら辺の仕組みがわかんない人はもうわかんないかもしれないですね。中には <laughs>、日本円で数千万円相当のリップルが行方不明になって途方に暮れていたのを専門家に相談し全額取り戻したケースもありました。相談無料でリカバリーに成功した場合だけ成功方針を支払う条件で進めていってもらいます。何もなければゼロですから、ダメ元で相談してみる価値はあります。 まあいろんな商売あるんですね。いろんな商売ありますね。まるでパソコンレ、の、パソコンレスキュー、レスキュー隊みたいなもんですね、これね。ああ、だから仮想通貨って初めての技術なんで、なんか感覚的によくわかんないんですよね。うん。なんか肌感覚が今までと全然違うんですよ。株とか FX と。うん、肌感覚がね、違いますよ。私も。 あの、ビットフライヤーの講座解説して分かりましたけど、なんか違うんだよね。うん。で、具体的には、ミーティングやメールのやり取りで、えー、購入時の ID、リップル名、リップルアドレス、パスワード、シークレットキーなどを探していきますと。記録がなく思い出せない場合は、特殊なプログラムで検索してきます。まあ、パソコンの操作ログですよね。はい。<laughs> 今の記事終わりです。 次にですねえ、大山なんとかの仮想通貨マスコイン登場。責任者は孫の翔らし、文科生ファンナの利用規定と、あ、利用想定、ビジネスメディアウォッチですね。えー、極真空手の創始者。創始者がいるんだね、日本にね。大山氏の名前を冠した仮想通貨。ん マス、大山マス、大山コイン。マスマスコインが新たに誕生する。プロジェクトの責任者は、孫ですよね。うん。国内外にある道場の月謝支配などに使える決済通貨を目指すという。ああ、月謝の支払いに仮想通貨を利用してもらうってことなんですね。 で、新規、えー、仮想通貨公開 ICO は2018年5月。あ、今年ですね。総発行枚数は5億万円。公式サイトでは、大山氏の名前一生涯残し、様々な格闘技と極真空手を結びつけていく原文まま、えと、ー、いうか思いで制作に至りましたなど説明しているということで、まあ、どんな感じなのかな、と僕も思ったんですよ。 ちょっと見たんですけど、これですね。まあ、すごいっすわ。まあ、弟子が全世界に4000人いるらしいですよ。だからその4000人の弟子が、まあ、ここの大山師匠、まあこの人、まあこの、まあ宗教でいうところの、あれですよね。あの、はい。 神様の存在ですよね。まあ、この人に、まあ、月謝は払わないでしょうけれども、まあ、ちょっと年に一回ぐらい寄付したいなっていう時に、まあ、国際銀、国際銀、銀行で国際送金しても、まあ、無茶苦茶金かかっちゃうから、まあ、年に一回500円とかね、1000円ぐらい寄付したいなっ,つって、寄付したとしても、え、4千万人もいるの <laughs> 4000万、え ?4000 万人いるところ書いてあったな、さっき。うん。<laughs> そうだね。だから、極真から打って会員数は、すでに4000万人いるって書いてあるんですよ。で、創始者でしょ、この人。創始者だから、4000万人のトップなんだよね。だからさ、4000万人が、 毎年一人一円ずつ寄付しても、よ、一年で四千万円が集まるんだよね。で、一人十円ずつ寄付したら、四億円だし、えぇ四千万じゃあさ、一人さ、千円ぐらいは寄付するよね、きっとね。まあ、憧れの先生だからね。千円の、四千万人は、 え ?400 億円だよあ、そうだよね。ああ、一人1000円ずつ寄付を募ってよと。まあ、本部の先生のためにね、毎年1000円ずつ、1000円だけでも寄付してくださいってお願いして、まあ、じゃあみんなね、平均して1000円寄付したら、毎年4000億入ってくるんですね。すごいね、この人。すごいね、この人。 それで、今、まあ、今までは国際銀行とか使っちゃうと、まあ、手数料が高いから、400億集まるところが、まあ、300億とかなっちゃうわけだよね、きっとね。まあ、それを、まあ、400億だったら、まあ、400、390億ぐらいにはね、なるかなっていうところでやっていきたいんだろうね。確かにこれは、あの、仮想通貨、作った方がいいね。 仮想通貨作った方が安上がりだね、これね。<laughs> で、ここにホワイトペーパーがあるんですよね。あ、で、これ、コインの予約はここなんですよね。で、プレセールス開始までも,しもうしばらくお待ちくださいって書いてあるので、まあ、いつになるかちょっとわからないんですけど、あのー、ちょっとなん値上がりする、値上がりするような、 性質のコインなのかどうかっていうのもよくわかんないよね、これね。ただ、ホワイトペーパーがあるから、まあ、一般の人にも、まあ、募集っていうか、仮想通貨を販売するんでしょうね、これね、きっとね。うん、だ、これね、ちょっと明日えー、っと、まあ、土曜日なので、 ちょっと実家、明日時間を取ってですね、このホワイトペーパーを、えー、ちょっと皆さんと一緒にですね、一語一句こう、読んでいってみようかなと思ってるんですよね。で、まあ初めての、えー、ホワイトペーパー勉強会って、まあ、初めての草子イン勉強会っていうのをやってみようと思ってるんですよ。で、こう、まあ、プロジェクトの紹介とか、まあ、動機ですよね。 で、何のためにお金を集めるのか。で、何のために、えー、仮想通貨を発行して、それでまあ、その利用、利用者はどういうメリットがあって、まあ投資家にはどういうメリットがあるのか。まあリスクとリターンの関係ですよね。そこら辺を読み解いていってですね、それで、あの、この <laughs>、えー、えぇ、 極真からって、コインに投資するメリットがあるのかどうかっていうのを、ちょっと明日あたり検証していきたいなと思うんですよ。ただ、売り出し価格がまだ出てないから、売り出し価格と、まあ、あの、購入金額、最低購入金額がまだ出てきてないので、ま、そこら辺のリスクっていうのが全然わかんないんですけど、ま、例えば1000円からね、 投資できるよっていうので、ね、まあ、1000円からコイン変えるよっていうような話になってるのであれば、うん、ちょっと面白いかもしれないですね。ちょっとまだこれホワイトペーパー読んでみないとわからないんですけれども、うん、イーサリアムベースなんですかね。これちょっとわかんないですけどね、まだね。ただ内容的にはね、うん、ちょっとなんかアメリカ、 とか、外国が発行してるホワイトペーパーを真似て作ってるような感じなんですよ。だから、あ,あんまり、うん、情熱が入ってないような気はしてるんですよね。うん、なんかちょっと金儲け、金儲けのための金集めっていう雰囲気がすごい漂ってて、まあ、ひょっとしてこれコンサルティング会社が作っちゃったからこういうふうなものになっちゃったのかもしれないんですけれども、 え、とりあえず明日ね、このホワイトペーパーを一語一句読んでいってですね、えー、これをちょっとホワイトペーパー読み解いていってですね、えー、この草コインが、えー、投資するに値するかどうかをですね、ちょっと、えー、皆さんと一緒に考えていきたいなと思います。そうだね。これがまた、この写真がまた怪しいんだよね。 アラブのね、服装でね。うーん、かなり怪しいですね。本当に怪しいですね。うーん、決算書とかがついてないからね。うん、この、だから、この事業母体自体の、まあ、決算書とかがないからね。あの、なくても、資金調達できちゃうところが、まあ、お手軽である、 お手軽なんだよねって言えばお手軽だし、まあ、うさんくささを呼ぶよね、やっぱりね。格、格闘技界の全てを、を一手に担う暗号通貨。か。ああ、そう。プロレスとかも入っちゃうのかなそしたら。ボクシングとか。マスコインの発行を告知するウェブサイトが立ち上げられたのは2018年1月13日か。今週か。 極真会館は、えー、死後、い、あ、もう死んでるんですね、これね。まあ、そうだよね。あ、だから、大山先生、あの、創始者は死んでるんですよね。いくつものグループに分裂してきたが、マスコイン発行の主体は、三女の大山菊子氏が理事長を務める、国際空手道連盟、ああ、極真会館にあるんだね。 実際、公式サイトのメンバー欄を見ると、最高、統括責任者あ <coughs>、まあ、公式サイトは4名の理事がいるんだね。その他、香港を拠点として、に仮想通貨ビジネスを行っている、あミスター・ジョー・エムという人物が、まあ、伝道師、エバンジェリストだよ。マスコイン・エヴァンジェリスト、伝道師と、 の肩書きで紹介されているっつって、さっきのアラブの商人だよね。もう、これほんとうさんくさいよね。まあ、そんなこと言ったら僕もうさんくさいって言われちゃうからね。あ、この人は、日本人じゃないんだね。きっとね、ちょっとわかんないですけどね。日系人なんだね。まあ、それで、まあ、ちょっとその、 そうだね。仮想通貨ビジネス。まあ、仮想通貨の専門家ってことなんですね。マスコイン発行の動機については、極新会館は、組織の分裂や海外支部との決済による手間などの問題を抱えていたとした上で、このような状況を改善し、かつ、生涯、大山先生の名前が世に残るために私たちはマス、大山コインを提案し、制作します、 いやーやる、やることが他にもあるんじゃないのと思うんですけどね。まあ、どっかコンサルティング会社に話持ちかけられて話乗っちゃったって感じの学徒みたいな感じなんですかね、これね。とにかく有名人を中心に乗せて、世界的な有名人、世界的な有名人が、 まあ、その、いないと、まあ、世界中から金が集まんないからね。そういう意味でですね、多分、コンサルティング会社が探したんだと思うんですよね。あ、極真から、からって4000万人いるじゃんと。弟子がね。それで、まあ、あの、神様と呼ばれてる人が、呼ばれてる人を、まあ、あの、仮想通貨のね、あの、顔にすれば、 みんなコイン買うだろうというような感じなんだろうね、きっとね。うーんと説明しているその他マスコインを格闘技界の全てを1.2なる暗号通貨とするために開発しているとの一文もあった。まあそうだね、プロレスとかボクシングとかそれぞれに仮想通貨作ってもしょうがないもんね。柔道とかね、剣道とか。 まあ、柔道とか剣道が格闘技か分かんないけど、まあ、相撲とかね、全部もう一つのコインでいいよね。また、統括責任者の、東括責任者は、マスコインはこれまでの格闘技業界、主に極真空手業界を大きく変えるだけでなく、格闘技のあり方や概念そのものを大きく変えていけるものだと確信していますとのメッセージもサイト上には掲載されていると。 月謝の支払いや、えー、賞金にマスコインをか。18年5月の ICU に先駆けて3回のプレスエール数実施予定。1度目は2月15日を予定しており、あ、2月15日か。あ、もう少しですね。あその時は、えー、7000マスコインあたり1イーサリアムか。お別の仮想通貨1月11日正午時点では1イーサリアムが、 11万5000円で販売するとしている。ああ、ははは。今、イーサリアムっていくらかなちょっと確認してみますね、えー。スマホで、コインチェックのアプリで確認してみますけども、はい、<laughs> イーサリアムクラシックじゃなくて、イーサリアああ、11万9922円ですね。ああ、ちょっと上がっちゃったのか。だから、11万、 9,961円だよね。これを7,000で割ると、17円だ。<laughs> うん、17.1円。ちょっと高いかな。マスコイン、1マスコインが17円。<laughs> やっぱ0.01円ぐらいの方がいいよね。0.01円ぐらいの方がいいけど、まあ、17円か。 うんまあイーサリアムが、ちょっと値上がりしちゃったからね。マスコインを利用すると何ができるのか。公式サイト上では、あ使用用途の例として、選手の優勝賞金としての配布、空手やジムなどの月謝の社内、えー、<laughs> 限定グッズの購入、選手の育成や大会の開催など挙げているその他、マスデビットカードを発行し、 このカードで買い物や ATM 出勤などを可能にするとも歌っている。本当かねってことはさ、デビットカードを作るから、やっぱり本部システムっていうのはそれなりにですね、えー、サーバー立てなくちゃいけなかったり、まあ、数千万から数億円規模のシステム構築が必要ですよね。うん、だからコインだけまず作って、で、これ、 で、そのデビットカードの発行とかっていうのは、また、その後、集まったお金が、まあ、400億円とか、結構あるよね、きっとね。えまあ、4、まあ、弟子が4000万人いるけど、4000万人全員が金出すとは限らないからね。ああ、でも <laughs>、結構あつれもあるかもしれないね。400億とかね。主な利用層としては、極新会館の文化生や、 えー、ファンを見込んでいるようで、サイト上ではマスコインのプラットフォームについて世界1200支部以上4000万人以上の文化生及びファン層の利用と見益その上で、世界の極心からて会員数はすでに4000万人以上に到達。興味ない方にとってはなんだ、空手の話かと思われるかもしれませんが、会員数に対しファンがさらにいる。うん。各分野ごとのスペシャリスト、 に行て事業計画を開示しあらゆる業界で世界中を網羅する計画との目標を記している結局ですねこのすでにですねあの文科生4000万人って <laughs> 巨大だねこれ一つの教宗教にしてもまあキリスト教並みの大きさがありますね4000万人4000万人はキリスト教まで行かないか でも、かなり、世界規模の巨大な宗教団体みたいなもんだから、まあ、そこの月謝の支払いとか、まあ、本部の、ま、なんか、寄付金とか、まあ、優勝賞金の配布とかね、いろいろありますもんね。まあ、その、柔道儀を買う、ね、教会から買うとか、いろいろありますからね。その時に、その <laughs>、仮想通貨で支払ういとかできるんでしょうね。 だからまあ我々投資家としてはですねまあこの4000万人がまあお金出して買っていきますよねそして日常的に使っていきますよねその中でやっぱりそのこの価値がですねこのマスコインの価値が <coughs> 上がっていくんでしょうねきっとねそれでまあキャピタルゲインを狙っていくってことですね我々周りの傍観者としてはね いやー、なんだかかんだか、まあ、なんだかんだ言いながらですね、仮想通貨はもう、草の根的に広がってきちゃいましたよね。こういう、まあ、証券業界。だから、これなんて世界規模で、証券業界の、だから今、電子証券ですよね。紙はもうなくなっちゃったから。電子証券も、やっぱり偽造とか、偽造とかね。 偽造っていうかまあ、偽造とか取引の正当性の確認ができないとか、まああと管理料が高いとか、いろいろな問題があるから、株券もね、電子株券も。だから、まあ仮想株券に変えるんですよね。電子株券から、だから電子マネーから、えー、仮想マネーに変わる、変わったじゃないですか、仮想通貨に。だから、電子株券から仮想株券に変わるって感じだよね。そのためには、 まあ、ブロックチェーン技術を用いなくちゃいけないからね。で、なんだかんだ <laughs>、なんだかんだ言いながらさ、この仮想通貨とか仮想通貨をのベースとなる技術っていうのは広まっていっちゃうよね、どうしてもね。うーん、だから電子マネーとかも全部仮想マネーになっちゃうんだろうね。ブロックチェーンを使った方がいいもんね。うーん。で、こういうなんか世界規模の あの、極真空手の文化生4000万人とかも、うん、仮想通貨を使い出したら、じゃあうちもやろう、うちもやろうとかね。お茶の文化生とかさ、お花の文化生とかね。もうその道、その道、剣道の文化生とか、柔道とか、もう、<laughs> いっぱいあるじゃないですか、そんなこと言ったら。 囲碁とか将棋の文化生とか、ね、バドミントンの文化生とかっていっぱいいるから、やっぱり、まあ、仮想通貨の波は止められないんじゃないですかうん、いくら韓国とか中国がね、ま、規制しようとか言ったところで、まあ、コインは発行し続けし、し続けられると思いますし、まあ、コイン発行したらやっぱり上場っていうのが一つの目標にありますから、 そうすると取引上でね、たくさんの銘柄が上場されていくと思うんですよ。そうすると、まあ投資対象として見られますから、まあ我々、その外部の人間はね、まあ投資家としてキャピタルゲインを狙っていくという流れはもう止めらんないんでしょうね。こういう極真空手とかね。<laughs> まあそういうところまで、もう実際問題もうこれスター まあね、ねスタートし、するって決めてるんですもんね、これね。うん、だから。<laughs> うん。まあ、あんまり僕は心配しなくてもいいと思うんですよね。うん。あの、韓国とかうん、中国が取引所を全面配信するとか、あとはフランスとドイツがですね、 えー、ビットコイン、あ、ビットコインというか仮想通貨の、えー、慎重な取り扱いを、まあ、国際社会にて提案するとかっていう話になっているみたいですけれども、うん、あんまりね、そんなこと言ったところでもう始まっちゃったものはもう止められないですからね。インターネットだって最初言われてましたよ。まあ、こんなネットワークなんていうのはさ、もうウイルスいっぱいあるし、えー、ハッカーもいっぱいいるから、 もう詐欺ネットワークだからこんなのは今すぐ廃止した方がいいっていろんな国が言ってましたよ。で、うちはもう接続しねえよとかいう国もあったけど、結局接続しちゃったもんね、みんなね。まあ、それと一緒なんだと思いますね。あの、山のものとも海のものともわかんないですよね、またね。仮想通貨って。で、その仮想通貨を,のを支える、 ブロックチェーンという技術自体がもう理解不能なんですよ。もう我々理系でね、情報処理をやってきて、プログラム開発をやってきた人間さえわかんないわけですよ、もう。うん。あのシ、システム開発の、システム構築の考え方がガラッと変わっちゃうのでね。でそれを受け入れられない頭の硬い人たちが、まあ、最後まで抵抗するんでしょうね。 だからもう、この波は変えらんないでしょうね、きっとね。まあだから早い段階で、この波を捉えて、まあまずはその草コインに投資をして、まあ10億か20億か、まあ場合によっては50億円ぐらい稼ぐっていうのが一つの、あのー、ビジネスのやり方ですよね。それはまあ普通にやっていけば、自分一人でもね、50億円ぐらいまではその、 福利計算ででいけると思うんですよあとはあのその仮想通貨にまつわるシステム開発の会社を立ち上げるとかそのブロックチェーンのシステム開発を受けようとかね、まあ、それはインターネットが流行した時にホームページのホームページうち作りますよっていうのと一緒だよねその頃はもう作り方を知ってる人ほとんどいなかったからだからあの堀エモ門がね あの、あんな大きな会社、まあ、株式上場するね。大きなライブドア見たくなっちゃったわけだから。まあ、今となってみれば、で、ホームページ、おとき作る会社でね、株式上場したらなでてかい、あの、六本木ヒルズ入れるような会社にな、なれたのかって疑問に思っちゃうけどね。その当時は、やっぱり誰も彼もホームページを作れなかったわけですよ。それと一緒で、今、ブロックチェーンなんてよくわかんないから、 あの、今ね、ブロックチェーンのシステム開発ができ、できるエンジニアですね。SE とかプログラム開発者を、まあ、集めてですね。で、会社作っちゃえば、まあ、あの大大、大手企業からですね、あの、たくさんの仕事が来ると思うんですよね。うん。まあ、もちろんコンサルティング会社なんかも、 ものすごい儲かると思いますよ。だそっちの、まあ、個人投資家としての、まあ、ビジネスと、まあ、あとは実業としてのですね、ビジネス二つ考えていくとすごい面白いかもしれないですね。で、実業の方は、まあ、普通にですね、あの、ジャスダックとかマザーズに株式公開をして IPO をして、まあ、あの、自分の株をまあ売却して、まあ、40億か50億円ぐらいかな。 株売却でキャピタルゲインに50億円ぐらいと。まあ、儲かると思いますね。うん。それで、まあ、自分は自分で、えー、他の ICU、他の会社の、えー、仮想通貨に投資をして、そっちはそっちで、まあ、50億円ぐらいかな。あのー、キャピタルゲインを得て、まあ、トータルで100億ぐらいには。まあ、この5年ぐらいかな。5年ぐらいで、 100億円ぐらいの資産には、なるんじゃないですかね、これね。あの、株と違って、あの、仮想通貨の場合には、あの、上昇率が半端ないからね。1000倍とか1万倍とか行くからね。うん、株はそんな行かないですからね。はい、ということでね、今日は、え、ニュース解説、これで以上となります。長い間、どうもありがとうございました。 それでは失礼いたします。